日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーのフルーツディスク3種を食べたいと思います。なんか新しく見つけたお菓子ですね。どんなのな。こちらはくるみ&アプリコット、アップルシナモン、くるみ&イチジク、くるみとかリンゴとかそういうのが中心です。ではまずシンプルなアップルシナモンに代表して、なんだろうな、舞台に上がっていただきましょう。ちょっと待ってくださいね。開けるのに結構大力な工夫な。おー、なんかクッキーのように見えるんですけど、正面にちょっとジュワーって何かが出てて、またクッキーとは違うのかな。どうなんだろう。まあ食べてみればわかりますね。それでは、ちょっと手で持つの怖いジュワッと感なので、このままいただきまーす。チャンネル登録よろしくお願いします。噛んだ直後はジュワッとくるんだけど、これどうなのかな。手に持ってやるには厳しい気もする。果たしてどうしたものかと思ってしまう部分があるのは否めませんね。ですが、噛んだ瞬間に甘酸っぱさが広がってくるのは本当にいいと思います。なるほど、改善点が多い商品というわけね。だけどいいところもある。なかなか難しい話ではある。なるほどね。だから純粋にフルーツを楽しみたいとして、これが向いてるのかと言われるとちょっと、まずくはないんですけどね。詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。自分は見た目からして、いわゆるシリアルバー系のザクザクとした食感のお菓子なのかなと思ったんですけど、食べてみると全然違いましたね。ちょっと最初に自分で嫌な予感がしたので、そのままで正解でした。手で触ったの間違いなくべっとりするぐらいね、ちょっとした何かになっていて、なんだろう、何かに近いんですか。強いて近いのを見るとすれば、中にいろんなナッツなどが入ったゼリー、ゼリーといってもカップに入っているタイプではなくて、ちょっとじゅわーっと噛んだ瞬間に歯ごたえがあるような、そういうゼリーに近い印象でした。なんだろう、似たようなお菓子食べた記憶があるんですけど、名前が出てこない。と、まあ、別のお菓子の話になってしまいました。それぞれの味の感想としては、じゅわーっとした食感とともに、口の中にナッツの音やフルーツの味が口にふわっと広がってきて美味しかった。結構お手軽に食べられるので、ちょっと小腹が空いたなという時にいいかもしれませんね。この中でも、なんだろう、アップルシナモンがシンプルで一番味わい深いと思うので、代表として4点とさせていただきます。それでは。青唐辛子、国によるかけり、辛いのは、いや、そんなことはないと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。